デル・アル・リマーは、イラク、ニーナワー県にあるイオカ及び遺跡。古代のカラナもしくは買ったらいずれかに当たると考えられる。この遺跡はモースル及び、シンジャール軍の古代都市ニネベの西およそ 80km の位置にある。この地域は、当初、1938年にシートン・デロイドによって調査された。 テルアルリマーの遺跡は1964年から1971年までデイビッド・オーツの式でイギリスイラク考古学学校のチームによって発掘された。全2000年期初頭の巨大な神殿と宮殿および新アッシリア時代の建造物が発掘されている。テルアルリマーはレンガ製アーチの全3000年期の作例が存在することでも知られている。 この土地における居住は、全3000年期に始まったとみられ、全2000年期及び、新アッシリア時代に、最も規模が拡大し、最盛期に達した。全2000年期の繁栄は、主としてコバビロニア及び、三タ二時代の間であった。テルアルリマーは檻に触れて買ったら及びからなと、関連付けられている。この両都市はいずれも、全2000年期にこの地域に存在していたことが、知られている。 多数のコバビロニア語の粘土版が他の遺物と共に見つかっている。これらの粘土版はマリの王ジムリディムと同時代のものである。最も特筆すべき遺品はアダドニラリ三世の石碑である。この石碑はイスラエル王国の初期の王、ヨアシュに言及しており、サマリアの名に言及する最初の設計文字資料である。ありがとうございます。